だから頑張ります。いや絶対いけるから高校はね、普通に学ぶ気はあるから。あれあれちょっと待って、何これ、大逆だった。ボン、おはよう。いちごのとこでおる。いや、いっちーに追い出されたのさっき。だからゆいなちゃんともう自分の部屋に帰ってきた。でいろいろまあメイクとか部屋の片付けして髪の毛やってもらって今です。今日も頑張ってね。頑張ります。頑張りますかと。今日も一日ね大変だと思います。月曜日始めだからやっぱりなんかもうしんどいなって思うけど、思う人が大半だし、学校とかお仕事始まりなんですけど、頑張りましょう。今日も頑張ってね。頑張るよ。モンスター飲んだら俺できるの？モンスター飲んでも俺はできない時もあるけど、なんか眠、カフェインが入ってるから。そう、イッチの昨日の配信で言ったけど、そう、眠たくなくなりにくなくなるみたいな寝坊しそうだよ。はい、今日マスカラ描いててありがとう。こちらこそありがとうだよ。え、このリップいいかも。重ね着したらいい感じ。2色の今のリップ。ゆっぴょんハートありがとう。あちさんだるまありがとう。ラスト DC もうそうなんよ。次が13なのでね。もう13とか、早っ。やばいですね。さてみゆに後輩はできるのか。学校でさ後輩がいないんですよ。もうなんかね、うん、いない。じゃあ頑張りますね。きょうぴょん、フォローありがとう。リアちゃんと同じ高校行けるかな。え、でもどうなんかな。ミユポ行かないって言ったやんなんかそのミユ違う行きたい高校があって、そのもともと一緒に行こうって言ってた高校があったんだけど、違う行きたい高校を見つけて自分はそこに行きたいなって思ってる。はい、よ、うまくいってるよ。 JK リア中と同じ高校に行け、なんか、いやでも前までは同じ高校に行くって予定だったけど、いっぱい調べて、みゆもやっぱいい、なんかずっと行きたかったっていうか、結構行きたい候補にあった高校を見つけて、そこにしようかなって今のところ思ってます。なのでリア中とは違うかな。まだ分かんない。カニフミオさん、ハントありがとう。卒業できるか、いや中学はね卒業できますよ、どうやってやっても。多分ってか絶対。中二病だったの？だって中二だったら中二病ってよくない？受験頑張らないと。そうだね。ヤンヤンと一応今配信、そうだね。そうなんです。おはよう。なんか違う、助けて。違う、さっきはあと1時間しかないから違う、大丈夫さっきはあの1回出されたってだけで、今別に言っても怒られないけど、さっきはほんまにやめてって感じだった。激まくん、ここありがとう。朝一ありがとう。ありがとう。オールはしない方がいいですよ。それな、普通にやっぱ思う、自分でもオールはしない方がいいなって。けど今日とかはほんまにマジでくすねぎ、くすねぎもらえね。永遠の中学2年生ポン、いや違う、何言ってんのハチさん、もおかしいよ。ポン、キューブさん、キューブさん、ほらありがとう。ポンさん、高校生になるの？あと2年後？あと1年後？ 1 年後です。自分の行きたい高校に行ったら、そうですよ。なんかやっぱり前から行きたいなって思って気になってた高校があって。そこにやっぱり行きたいなって思ったから。本当はねリア中と同じ学校行く予定だったけど、なんかそのもっともっと行きたいところに行きたいなって思って。ありがとう。おはよう、みーくん。みーぽんふるね試験です。みーぽんこのままでいてね。このままな気が、この変わると思う？わかんない。でも大人っぽさはやっぱ欲しいなっていうか、色気みたいな、やっぱね年齢とともにそういうのは重ねていきたい。フェリーさん、ほらありがとう。おはよう。
リアチューの姫、リアチューさんいるよ。リアチュー強いな。リアチュー漏れてる、漏れてるって、オノピーが。リアチューまばたきしないじゃん。リアチュー、時々出てくる。かわいい。あれかと思ったよね、モグラ叩きかと思っちゃう。リアチュー、ちゃんと服は着なよ。着てるよね。着てますよ。誰そんなこと言ってるの。メダル収集兄さん、そういう服だよね。ミーポン、ミーチとか。ありがとう。ちょ待って、オーナーさんほらありがとう。おはよう。テスト前にオールしてテスト中です。え、もうそれ毎回ですよ。ミュテスト前は絶対オールを、やっぱ前日にしかやらないから、宿題とか勉強でも、もうテスト中パーって寝てます。分かる問題もできないから。毛先を持って髪の毛揺らすの好きなんですよね。毛先を持って、え、どういうこと。見た目はジェシー、中身は一日。え、どう思うこれ、ひどくない？普通にいつも私はこういうことを言われてるんですよ。さすがに悲しい。そう、ねえ、まつげうまくいってる？いってるよ。の方がうまくいった今日は。え、ね、なんかこっちうまくいくんですけど。え、そうそうそう。え、でもいつもはこっちの方がうまくいく。え、右うまくいかない。あ、そうか、左利きだもんね。え、そういう問題？そういう問題だよ。身長は伸びてるの？リアチュー何センチですか？リアチュー伸びてないや。何センチ？159とかかな。あー、伸びてないんだ。え、縮んだんだけど。え、縮んだっていうか、身が持ってただけなのか知らないけどさ、157かと思ってずっと言ってて、みんなにもこのなんかさ、自己紹介欄とかにも全部157センチですとか言ってたんだけど、普通に 155. 何とかとか156とかだったの。普通にごめん、騙してて。おはよう。おはよう。大人やだ、大人。色気はね、年齢とともにね、可愛いままで。いや、可愛いままだったらなんかずっとさ一緒だったら思わないじゃん。リアチュー、怒っちゅう？怒ってないよ。こちら。リアチュー、今日の子で可愛いちゅうよね。おはよう。ノーニーさん、ほら、ありがとう。おはよう。リアチュー、可愛い。みんなリアチューばっか可愛いって言わないでよ。いや、もう可愛いけどさ。可愛いけど。ツーショット、めっちゃ可愛い。可愛いでしょ？今日も可愛い。ありがとう。タニさん、タニもいっぱいありがとう。リアチュー、ミーポン、ヒーちゃん、ゆいなちゃん、いちごちゃん、リエチが再生してた。今日オールメンバーだね。おはよう。まつげばっちり。どう今日のまつげ審査。今日ね、ちょっとこのここがね、いつもは黒なんだけど、今日はちょっと茶色しかなくて、え、なんかあんなこと言ってるか、折れちゃった黒が。こんな感じです。でもいい感じ。髪の毛は黒いけど目が茶色いから、どっちでもいいかなって。タニさんでもありがとう。二人とも可愛いです。二人とも可愛いだって。ドップ、そうだよ。まつげ上がってる、嬉しいです。変なコメントごめんね。どういうことか分かんなかった。こういうこと。ちょっとミーはあのね、ちょっとね、タニさん、ハートありがとう。言われるうちが、何これ、花花って言えやん。何それ。おはよう。朝身長測るのが一番背高い。そうなの。あ、確かに寝たら身長伸びるって言うしね。縮んだんだよ。多分縮んだっていうか間違えたんだよね。間違えたっていうか自分の勘違いかなって。1センチ誤差ならまだ可愛い。まだ可愛いか。じゃあいっか。え、でも普通に158とかかなとかも言ってたし、嘘ついてました。しばさん、100回目の方も、あ、200回目の方もありがとう。オランゲさん、ハートありがとう。おはよう。ポンさん、一番可愛い。本当に？イクゴさんでもあれでしょ？イッチーのとこいたよね。ツーショットの時。おはよう。おはよう。おはよう。くるくるくる。みんな朝一旦中。そうだね。ごめん、一日中。さっき朝からみんな一緒にいいですね。身長は高く少し高い。え、そうなんだ。
じゃあリアチをこさえますね。あ、リアチもでもなでかくなるのか。まつげバッチリ OK。 怖っ初めて入ってきた人、えっても、おはよう。くにひめさん、グーグーありがとう。朝ごはんちゃんと食べてね。はい、朝ごはん買ったっけね。靴のサイズも買う。え、靴のサイズ買うの？靴何センチ？ 27.5 3.5 あの一緒じゃん。正解です。マシオカシさん、ほらありがとう。キッタさん、ハートありがとう。新井さんがちょくちょく登場。やっほー、アイスレモンさん。マイキューさん、リオツーさん、次にかわいい。はよ、ぴょんぴょんぴょん、こちら。アジさん、音波ありがとう。仲良しだけど、ハグしたりするの。ハグする？時と場合だよね、時と場合。なんか久しぶりに会ったら、する時もあるよね。ミポンとリアチュー認知する、認知してるよね。カニフメさん認知してるよ。コップ買ったってコップミー選んでくれたもん。リアチューミキさんにもミポンと言いつける。ミキさんにもミューミタク言いつけるかだって。イエス。言いつけるの？ミキさんに。そう、おはよう。27違う違う、23です23だよ。レイナさん、レイナさん、バイバイ。ハチさん、ハートありがとう。なんで星空さん、はじめまして。あーにゃにゃ、ハチさん、ハートありがとう。ちょっと腰が。マサさん、はじめまして。わーわーわー。45分ぐらいにじゃあ終わろうかな。みんな朝のスクショ撮っといてね。え、昨日さ、名前で検索したらいっぱい出てきたよね。二人のおやつが、二人の昨日のショールーム。スクショタイムします。せーの。終わり、終了、ありがとう。ありがとう。キタさん、ありがとう。リアチュー今日も可愛い、ありがとう。あ、間違えた。やたらと顔面偏差値が高い、嬉しいですね。オナピハト、ありがとう。まつげうまくいった？みーぽん、え、めっちゃうまいよ。ちょっと待って、ちょっと待って、めっちゃタバカになってるよ。なんかちょっとここが嫌だかも。オナピハト、ありがとう。チャンタさん、ダルマ、ありがとう。じゃあ最後はミユのこと大好きってみんな言ってね。いや、リアチューばっかり好き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 ミユの配信で言われてちょっと今悲しいから言ってね。じゃあともうメンタル死ぬ。ちゃんとさん、ダルマ、ありがとう。スクショ普通に見てしまった。ちゃんとさん、ハート、ありがとう。ヒロさん、100回目の方もありがとう。ありがとう。かわっちです。やだ、ハチさんツンデレだからね。ちゃん大好き。照れちゃうって。リアチュー見てると言うのにし。メイポン大好き、ありがとう。ほおずきさん、かわいい、ありがとう。あちさん、ありがとう。かわいい、ありがとう。リアチュー見てるから言えないって、なんで人前にも気にしないのがさ。ファンしたんダメだよ、そういうの。人前でも気にしないのが一般だよ。チャーハン定食さん、ありがとう。カナタンだから。え、そうなの？二人ともクソ可愛い。嬉しい。嬉しい。ラブ。一本早い。あ、ゆんゆん。やっほー。ゆんゆん。ごめんね。ちょっと今日は早かったんだ。隣でリアチュニアで。怖っ。怖っ怖っ怖。一本大好き、ありがとう。ミュウシカカタン、カタンって感じじゃん。カタン。のカツでしょ。ミーポン大好き。好きの方が嬉しいんですけど、まあでも嬉しいですよ、ありがとう。ミーポン可愛い、ありがとう。モチベ上がりますね、みんなに言われたら。ありがとうございます。ちょっとバリ可愛い、可愛いでしょ。いや、ちゅマジで可愛い。なんかキスしたくなる顔してる。
人とも中二病っぽい。うわ最低だよ。でも中二病ってなんかかっこいいと思っちゃう。そんな。でももうみ中3になるから中二病とかかっこいいとか思っちゃいけないんだよね。あちさんおっぱいありがとう。どこが中二病だと思う？みんな。どこが中二病だと思う？チャーハン定食さん。キース。どっちがゲーム得意？でもリア中は、うまかったあのなんだっけ、フォートナイト？うん。フォートナうまかったですリア中。キスしてあげて、いやあのリア中キスしたら怒るから。メイポのことがススス好きでしょ。やばちょっとこの方。多分永遠の中二。ダメ。多分永遠の中二病。ほ。喜んでる。ユニオンペンライトありがとう。なんて書いてる？105なお二人。ちょっと中二病って調べてみよう。確かに。今週の僕隊行きますね。ピンクのトトロさん待ってます。ありがとうございます。ありがとう。サクさんハートありがとう。ゲームで思い出して違う違う違う。ありがとう。前も言ってくれたよね。サクさんハートありがとう。じゃあそろそろね配信終わろうかな。かわいい。ありがとう。みんなところにもちょっと来てくださいね。サクさんハートありがとう。中二病なんかじゃないですけど。でもミュウちょっと中二病の自覚あるかも。やめてよ、そうやって。ミュウはね、ミュウがミュウがってこと。いや違うの。あごめんね、二人ともって言わないで。やらしいのでやめてあげてください。私のリアを傷つけないで。今週も頑張っていきましょう、頑張っていきましょう。リア中のメールも取ろうかな。だってそうやって14歳から18。あじゃあミュウとリア中入ってます。広島コーパセリさんめっちゃ可愛い。ありがとう、ありがとうございます。パセリさんありがとう。あ、今嫌われる。じゃあそろそろお会いしまります。今週土曜日実力テスト頑張って、頑張ろう。12秒じゃないよ。13位、激うまくん。12位、相馬さん。11位、病毒さん。10位、なる先輩さん。9位、テトリス5さん。8位、ちゃんとさん。7位、谷さん。6位、西さん。5位、カイトさん。4位、オノミピー。3位、ピさん。2位、レンノさん。1位、ワースバレでした。今日も配信見に来てくれてありがとう。また会いましょう。ジャラジャラしてる。よかちさんはじめまして。オノピーハートありがとう。またね。ありがとうね。それじゃあバイバイ、ありがとう。じゃあね、バイバイ。おお画面越しにバイバイ。